パイク女子チャンネル。皆さんどうもこんにちは、パピプペパルパルどうもパルパルです。今回のバイク女子チャンネルは北海道ツーリング2度極寒のトンネルを抜けてなんとか襟裳岬に到着。美味しいお刺身もいただきました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。チャンネル登録とコメントと高評価もお待ちしております。それではスタート。って書いてあるけど、あのね、誰もこう晴れとったらすごい気持ちいいよ。もうそろそろさ、着いてもええでことなんちゃう。まだ着かせてくれへん。あと20キロぐらいあるやん。もしかしてそんな気にしてきたわ。あ、やっぱあるわ。あと17キロ。わー、風が強いから風車がよく回っとるな。やっと人間界に戻れた気がするわ。ちょっともうそろそろでね、 Go to hell だった。 Go to hell、 Go to hell、あの安全に帰りたいんでね。あー、街中や、よかった。郵便局があるわ。あー、あったかい。まあでもこの辺ちょっと晴れてるな。岬行ったら晴れてるかも。なんか宗谷岬に近づいてきたって感じがする。すごい風が強くなってきた今ね。ここはね、暴風林があって松があるから風がそんなにないんだけど、いよいよ来ました。さっきまでちょっと晴れてくれてたんだけど、なんかこっちはやっぱり霧がかかってるな。今日は晴れないかな、岬は。お、もう襟裳岬っていうこう場所に入りましたよ。あと3キロくらい。今日ね、泊まるのは本当に襟裳岬のね、あの、まあ真ん前っていうのかな、徒歩1分ぐらいのところに泊まります。左側すごいな、地平線が、海の向こうが晴れてる。すごくめっちゃこのなんていうの、海岸沿いっていうかさ、に家があるんだね。横風注意、本当だよ、すごいよ。もうここ岬やけんね。わー、すごいよ、うん、すごいよね。これよくさ、こんなところに町を作ろうと昔の人は思ったもんだ。雪も降るし、雨も、雨じゃないや、なんかね、あれだし、寒いし。この辺かな、左折って書いてある。あ、バイク止まってる。あ、これはこれでなんか止まろうか検討したところっぽい。なんか写真で見た気がする、クリフハウス。しかし私が行くところは本当に目の前らしいのだ。でも地図で見るとなんか砂利を登らなきゃいけないっぽいんだよな。どうなんだろう。 600m 先左折。なんかナビが何も言わない。わあ、もうだってそこ襟裳岬のさ、観光のところじゃん。あ、 400m 左って言ってる。ここもあれなんで止まるとこなんだよね。うわー、もう襟裳岬通り過ぎていくのかな。左って襟裳岬って書いてあるけど、え？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 ここか、ここかな？山水閣、あ、書いてある300m。うわー！うわー！怖い。なんかすごいところ。ちょっとあれやから吹かしながら行こう。やっぱ案の定対向車来るんや。あー、
すごいところに来ちゃったよ。俺、おですごいところに来ちゃったよ。おいい。え、どこから入るのかな。あれかな。ここから入るのかな。じゃあ、ちょっとやばい。あ、全然違かった。ここじゃなかった。ここから入るんだ。やばこの道。私出れんのかな朝。着いたー。ちょっと一回この辺に止めようかな。よいしょ。うわー、怖ー、すごいことになっている。これは晴れたらまた半端じゃないぞ。もうちょっと前の方に止めようか。邪魔だろうから。よいしょ。明日雨降るんだけどな。カバーとかないだろうな。まあでも雨で砂ぼこりが夜、あ、動かないし、夜の雨で流れてくれるといいな。あ、動かない。無理です。お、危ない。やば、この砂利やば。でも車出れるよねこれね。大丈夫だよね。砂利に引っかかって全然動けない。まあ車は出れるよね。ちょっと、はあ、着きました。今日は砂汚れがすごい。こんな、なんかすごい跳ねてる。うわ、あの、なんか泥んこになってたから綺麗にしないと。あ、なんかね、リュックの下の方に、もうこの辺まで泥が跳ねてるの。この辺まで泥が跳ねてる。すごいね、ここの間も、間にも砂。はい、朝です。朝なんですけども、えりも岬が大変なことになっていて、とてもではないが岬に行けそうにない感じですね。あの向こうに海があるんだけど、もう霧になっちゃってて全然わからないっていう感じ。皆さんどうも、大雨です。おー怖い、おー怖い怖い。わー、何も見えない景色の良いルートに入りましたとか言って、え、でもお客さんいるね、こんな朝から。